低収入の外人。全趣味をやめてもうここしか趣味が残っていないから許して、こわ。あ、騎乗油です。ごめんね。騎乗油って聞こえた。騎乗油です。生の醤油とか言って騎乗油ね。あ、聞いてくれる？私、日が物見に似てるって結構言われるんだよね。ね。あ、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 最初の一口はレモンとお塩でとか言って、もはーいって言いながらソースドバ,バババってやってるから。あ、あ、えいっ、っあ、ちょっと待って、ひ <laughs> っくりがみーちゃん。 お茶お茶持ってくるわは <laughs> いゃんな飲いでマジ織物シートなしで一日過ごした女のパンツお前らにかぶせてやりたいすごいですごいでほんまにあどうもみんなのアイドルあわやくんにくんにこいやーくんにこまでつけると長いよなあわやくんにです皆さんお元気でしたか今日はシンプルなどんぐりの背景にしてみましたいかがでしょうか「こんにちは」ということではいえでも前回ちゃんと あの、顔出ししたじゃないですか。そう、毎回ちょっと V はもう、顔がブスすぎてきついからやめて、みたいなのを、まあ割と言われてたんで、前回はちゃんと顔出ししましたよ。そうシンプルなどんぐりのネックレス、これから送ってください。き、昨日は、昨日、昨日ちゃんは、この前の配信は顔出ししてたよ。あ、目閉じてるわけじゃなくて、んなんで閉じるのあ、なんかね、そう、そうだわ。マイクの方を向くと、こう、顔が検出されんくなって閉じるっぽい。あ、もう猫が、え、V、 めちゃくちゃ楽。ほんまにめちゃくちゃ楽。V だと風呂入ってきそうとして寝巻きでも廃止できとたし楽な。そうなんですよ、そうなんですよ。顔出しってめんどくさいんですよ、本当に。本当に。ってかまた、私今日起きたのが、7時かな夜の7時に起きて、で、そっから、あの、うどん食って、ちょっとグダグダしてて、本当は顔出し配信しようと思って風呂、お湯は張ったんですけど、ちょっと入るとこまで行かなかった。 お湯は張ってやる。だから今、その部屋の中はしっとりと保湿はされているんですけど、まあでも入るとこまで行かなかった。そうです。ラジオ聞いてきたありがとう,そう。いや、前回顔出した。前回は顔出したから、ちょっと、次回どうしようかな。はい。はい。言語化ができない人が多くて困っています。言語化が上手だと思っているのですが、何かコツはありますかないです。コツとかないんですよね。言語化、まあ、例えばなんですけど、使える言葉は多いほど、多い方がいいですよね。 私はそのゲームも好き、漫画も好き、小説も読むで、活字読めるのでかいかな。で、わからん字とかあったら調べて、で、読めるようにしたりするでしょで、いろんな言葉を覚えたりとか、いろんな表現を覚えることで、言語化がしやすくなってくるんですよね。あ、これどうやって言葉にしたらいいかわからんっていう言葉を、こう言葉にできる能力を身につけるためには、まあ、漫画でもいいよ。漫画、その、まあ、小説なり本なり、まあ、でも、 動画はちょっとな、微妙かも。動画って多分調べるとこまであんまりいけんと思うから。てかまあ、読み物かな。んで想像力。想像力を養うっていうことが大事なんですよね。漫画だと絵があるからちょっとどうしても想像力までいかないんですけど、活字だけのものとかまあ差し絵ぐらいのものの方がやっぱ想像力鍛えられるので、言語化も想像力が結構関係してくると私は思ってるのでね。 まあでもだから本読めっていうのもちょっとまあ、最近の子には難しいと思うから、とりあえず漫画とかでもいいんじゃないアニメ、ゲーム、漫画とかで、普段使わないような言葉とか覚えて、この言葉だったら表せるかもとかで試していったらいいんじゃねえのまあ私も活字がいいとは思ってる。あと人と喋るもいいかもね。で、人と喋って、この人喋るん上手いなとかいう人のパクる。これ一番早い。ほんまに早いよ。例えばなんやけどさ、格闘ゲームで、その、まあ上手くなろうって思ったりする人、 何が一番早いと思う例えば、まあ、じゃあ、格闘派系も始めた初心者とかっていうのは、まず、じゃあネットで調べて、あ、コマンド練習して、とかやって、やってる人多いんですよ。上級者がやっている、山捨て、山田ステップ、これを覚えなきゃいけないのか、よし、じゃあ、プラクティスで山田ステップを覚えようとかやってる初心者いるんですよね。まあ、それはネットの、高尚なことばっかり書いてる記事も悪いんですけど、でもそうじゃないですよ。一番上手くなりたいんだったら、 自分よりちょっと上のランクのやつのリプレイ見るんですよ。で、そいつの真似するだけなんですよ。で、自分のちょっと上のランクのやつのリプレイとい言ったら自分でもできることしかやってないんですよ、基本。で、そこで真似をするんですよね。上手い人の動画の真似はできないです。上手いやつは上手いからな。だから、自分よりちょっと上のやつの真似する。これが大事なんよ。そう。ほんで、ちょっと上のやつのパクって、 自分もそれくらいになったらまたちょっと上のやつの見たらいいんですよ。で、バカな初心者って一番上手いやつの見ちゃうんですよ。まあ、わかるけどな。そんなそこら辺のしょうもないやつの動画見たくないわかるんやけど、強いプロの動画見たにわかるんやけど、お前らにはできねえんだよ。だから、自分よりちょっと上手いそこら辺のうぞうむぞうの動画をとりあえず見てパクる。別にそいつにもありがとうとかもなくていいから、勝手にこっそり見て勝手にパクる。これを続けていくことで、すぐ強くなります。そう。あ、まあ、スポーツもそうかもね。そう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 。 そう、ウぞうむの動画ってかなり参考になるんですよ。ウゾうむが戦ってるのって、お前らがまた相手にするウゾうむだから、ウゾうむに聞きやすい動画、あの、ウぞうむに聞く技をいっぱい振ってくれるんですよ。ということで、その技を頑張って真似すれば、ウゾうむに当たるんですよね。あ、お絵かきはわからんけどね。あ、そうそうそう、そんなウゾうむぞ見てるあたり、あ、これ当たらんのに私もやっちゃってるなとか、これ同じやられ方やっちゃってるなとか学ぶとこもあるので、 やっぱりね、まあ、見たくなるのはわかる。上手い人のプレイとか、プロのプレイとか見たくなるのはわかるんですけど、お前よりちょっと上のうぞうむぞ,うぞうを見ろ。そう、まあ、うぞうむのプレイは思んないけど、でもそれこそがお前に必要なものなので、よろしくお願いします。あとね、もうほんまに DM で相談やめてくださいって何回も何回も言ってるんですけど、めっちゃ来るんですよ。で、私もまあ、たまに呼んでしまうんです。まあ、しゃあないんかもしれないんですけど、まあ、わかる。まあ、でもまあ、今日はそれでちょっと、うわ、これ呼んであげようかなと思ったのが、2点ほどあったので、 まあちょっと読もうかなと思います。はい。どこだったかないや、これは、っぱ結局読むんやけどさ、これは確かに人に言いづらいだろうなっていう相談とか、他の人だと多分答えづらいなっていう相談について読みます。えっ、ー、と、筆圧サラダチキンさんから、20歳女です。あの、愛液、織物の量について相談させてください。私は男性といたすときには毎回シーツに水たまりができて、股を拭くときにティッシュ3枚使うくらいびちゃびちゃになってしまい、男性からはすごく喜んでもらえて嬉しいのですが、私生活が大変です。 くしゃみをするだけでパンツがびちゃびちゃになるし、トイレで便座に座るとき大量に垂れてきます。そして1時間で折り物シートをつけるのを忘れるとパンツが使い物にならないくらいガビガビになります。この量って普通ですかそれとも許容できるくらいの多さですかそれとエッチするときに折り物シートつけてたら耐えられますかねこんなこと誰にも相談できないので、よかったら意見聞かせてください。ほら、これは私でしかちょっと無理だと思わへん。これだったら許してな。そうだな。まあ、もう、しょうもない恋愛相談とか無視するんやけど、まあ、こういうんだったら言って、 っててあげてもいいかなと思ったそうなんよちなみに、この量って普通ですかまあ、これはさすがに普通ではない。私、ビラビラの大きさについては結構普通だよとか言ってあげたけど、この量は普通ではない。で、なでも、ま、でもそれやからって不健康なわけではないと思うけどな。え、男優今日もおんのちょっと待ってな。男優どこ行ったえ、男優どこおるえ、でさ、男優ガチだったらしいねん。私、ツイッターで見たけど。そう、あの、私のパロ AV に出てた男優が、そう、なんか、この前一番 投げてくれたやつおったややつったらしいねんそうまあ、まあ、というわけど、まあ、この人の <laughs>、はい、まあ、この人のはちょっと呼んであげたいんですけど、まあ、さすがにちょっと量多いです。でも、婦人会行ったところで多分治るようなもんでもなくて、もうこれ、しゃか、仕方ない。しゃかたないです。しゃかたない。で、で、痛す時に折り物シートついてたら、ちょっと泣えると思う、それは。え、慣る、え、ちょっと男からも聞きたいんやけど、パンツ脱がした時にさ、シートついてたら、やっぱちょっと泣えるよな。泣えるよな、多分。 このコの書き方だと急に増えたんじゃなくて、なんかずっと多いって感じだと思うけどな。まあ、まあ、これは泣える。正直、付けとったら泣えるから、うまいこと、そうやな。もう、も直前くらいで剥がすって、むずいよな、でも。で、始まって剥がすって、あ、でも、いいんじゃないもう始まりそうって思ったら、剥がしといて、ほんで、もうビチャビチャだねって言われたらいいやん。で、もう、す時のパンツがもうビチャビチャで、で、脱ぎ捨てたらもう、そのパンツ使わへんわけやから、それはそれで良くない だからもうじゃあ、もうやりそうやなって思った瞬間に折り物シートを外してパンツをビチャビチャにしておけばいい、と思います。出す前にこそっと外すってで,でもむずいよ。しかも折り物シートって外すんでペッて取れるんちゃうんじゃん。男はわからんと思うんやけど、あれは粘着シートみたいなんでペタって貼り付けるんやパンツにな。だから剥がすときにビリリってなるわけやし、しかもこの子この書き方だと多分剥がせる系の折り物シート使ってるんちゃうかな。折り物シートって言っても一枚岩ではないんですよ。なんかこう、まあ、ふんわりと一枚のやつもあれば、 ええと、一層目を剥がして二層目が出てくるタイプとかもあるんですよ。その、じゃあ、手探りでな、折り物シートを剥がすわけやろそしたら上の一枚だけペリって剥がれてしまって、二枚目が別に折るとかいう事件やってあるかもしれんし。でも、する前にトイレで剥がすって言ってもさ、なんかそういう雰囲気になってからちょっとトイレって言うと泣えるやんかえ。え、おしっこすんのみたいな。だから、そう。だいぶ前やな。もうだいぶ前に外しとくのがいいんじゃないのえ,え、整理中は、えっ、ー、と、タンポンと、さらにナプキンかな。 織物シートっていうのはね、男もバカな男はみんな知らんと思うんやけどえ、生理用ナプキンよりもめっちゃちっちゃいのよ。普段使いするやつ、パンティライナーとかも言うんやけど、まあ、女ってやっぱ男と違ってさ、その、まあ、チンチンみたいな感じでさ、こう尿道から、膀胱から尿道のまでの間が長いわけじゃなくて短いのね。だからすぐに膀胱炎になったりするんやけど、でだからそう出てくる、その物質もやっぱ男より全然多いわけですよ。 わからんだろうな、お前らはそのまま生きててなんかまたからいろいろ出てくるっていうのがわからんと思うんやけど出てくんねん、結局。出てくるんですよ。だから、その普段からね、折り物シートっていうのを引いてるわけですよ。いたす前にシャワーしないと嫌だで、パンツ隠せばどう、あ、いたす前にシャワーして、タオル巻いて裸で行ったらいいんじゃねえのはい、えー、せぺすればいいと思う。えで、うん、でもさ、男といたす時にじゃあラブホとかでさ、 セペ用意しても、持っていってってことえ、セペってでもさ、あれってさ、中、洗うやつえ、中に注入してこう、潤滑油を入れるやつじゃないどういうことなんか洗うやつ洗うやつ洗うやつかじゃあまあそれを風呂でやってってことか。じゃあすまには絶対風呂ってことねはい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 。ええー、でも、なあやる前にわざわざ水で洗うもんないや、私はさ、正直もうビチョビチョでいいと思っとんやけどな、こいつみたいにな。その方が嬉しいんじゃない まあまあもう私は別にまあいたすぎたらじゃあよ,よくね折り物シートは剥がしていこうさすがに折り物シートなんて被災時におせっせしてるから必要になるんだろ折り物シート物心するなら天下を入れろよ何言ってんだこいつ何もうさまあでも男はわからんよなまあそうよな男はわからんのかもしれないけど女のまだからはなんか常にね折り物っていうのが出るのよでこの折り物の正体っていうのはですねなんかその まあやっぱりそのマンコの中っていうのはいろんな菌がやっぱ侵入してきやすいわけですよね。ちんまあ、チンチンはまだ侵入しにくいと思うんやけどやっぱりそのすぐあの粘液のとこがあるんでねだからそこなんでそのマンコに入ってくる菌を防ぐためにまい、あ、ろんな菌がいたりするんですけどマンコの中にも菌を殺す菌がいっぱいいたりするわけですねでそのまあ、やっぱ菌とかがやっぱりその漏れ出てくるわけですよ、まあ、だからそのピリジンとか入ってるんですよね ピリジンみたいな強い物質で入ってくる菌を殺すためにピリジンはいるわけですよ。そういうのって出てきちゃうんですよ、やっぱり。まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、まあ、人によってね、多いこともあるでしょう。そうそうそう。だから、折り物シートつけてないとパンツ汚れちゃうんですよ。なんで女のパンツ汚れんのみたいな。なんかその、え、エッチなことばっかり考えてるのみたいな、マジ外事たまにおるんやけど違うんですよ。マジで違うんですよ。まあまあそうですね。鼻水みたいなもんなんですよ。で、パンツ汚れるん嫌やなとか、だから可愛い下着、可愛いブラジャー、可愛いパンティー。 を履いているのに、なんか下着汚れるん嫌だなとか思った時に、みんな折り物シート使ってるわけですよね。そうですよ。それを分かってくださいね。女と接点がないとやっぱ分かんないと思うんですけどね、折り物シートの存在も。て折り物が多いかどうかだって、ほんまに体調とか整理前とかで全然変わるから。でも、折り物が多いってことはとかやめてな、マジで。マジでやめてな。ほんまにやめてほしい。マジ折り物シートなしで一日過ごした女のパンツお前らに被せてやりたい。すごいで。 すごいで、ほんまに。ちなみに、私は、なんだっけ、シニタリ三角コーナーはいらない派ですね。小バが湧くので。そう、なんか折り物愛液と勘違いしてるやつが結構おるんですよ。やっぱり。そう、で、通常の折り物シートで、こと足りる人は、まあ、普通ですね。うわ、もう膝の上に今猫2匹おるからね。でけえ、マジ、おい。で、私は、生理の時はですね、あの <laughs>、まあ、これちょっと、まあ、でもみんなにも真似してほしいんやけど、うんち匂わない袋っていうのがあるんですよ。 青色の、そう、うんち匂わない袋。これあの、猫とか犬のうんちを捨てる袋があるんですよ。で、このうんち匂わない袋何がすごいかっていうと、開発したもう職員がね、人糞ですよ。人糞をその袋に入れて、何も知らない会社員の車に入れたんですよ。でも、その何も知らない会社員え、1ヶ月、2ヶ月、その袋のうんこのそ在に気づかなかったらしいんですよ。それくらい、 ガチ強。もうほんまに匂いをマジで消してくれる。まあ、匂いを外に漏らさない、うんち匂わないシートっていうのがあるんですよね。で、私、それの S だったかな、XS だったか。なんか、まあ、猫のうんこ取るように昔使ってたんですけど、もう猫はあの全自動トイレにしていらなくなったんで、でそれで、生理の時は、終わったらそれに、あの、生理用品入れて、まあ、外も見えなくなってるんで、青色で。で、捨てるようにしてます。で、しかもまあまあ、その S だったらいっぱい入っとるし、生理用品くらいだっちょうどいいから、 そうそうそう。災害時もかなりいいと思うよ。そう、魚の内臓でも OK。皆さん、じゃあ今から、もうまあ、見た目とかクソダサいし、もう本当にまあもう、なんて言うんでしょう。インテリア的にはもう本当にどこにも出したくない感じの見た目だし、うんち匂わない袋っていう名前からしてももうすごいんですけど、本当にすごいので、あの、使ってください。ぜひに。そう、何も知らない会社の人がマジかわいそうやけど、でもまあ、マジ1ヶ月うんこに気づかんかったとか書いてたで。 100均で買えるプレゼント用の、えー、紙袋を代わりに置いてる。そのまま捨てられる。ああ、なるほどね。でも私昔はやっぱりその普通の人間のようにプラスチックの三角コーナーをトイレに置いてたんですよ。けどあれマジ捨てるん忘れるし。 じゃあ、生理の、そのシート、ま、2、3個入れた状態で生理終わって、そのまま放置とかになったりするやんか。忘れんねんな。1ヶ月間忘れてんのよ。で、なんかそのトイレ、なんか、なんか小バ湧いてね、とか思ったらさ、そのトイレのナプキンのとかに、まあ、やっぱ血ってめっちゃさ、栄養あるやんか。めっちゃ小バ湧きやすいねん。やっぱ死体とか生えって好きやん。そうね、だから、生理ナプキンも大好きなんですよ、ハエは。めっちゃ酔っちゃうんすよ。はい、気持ち悪い考え方を共有すると、うん、性行為やりまってる人、 やりまくってる人は織物少ない傾向があるので、行為時に織物が見えてきたら、この子は久しぶりなんだなと興奮することができるはず。男優が言ってます。じゃあそうなんかもしれん。そう、コバエ湧いちゃうんですよ。しかも、潰した時になんかその、やっぱ、皮とかも潰したら、血吸ってたら血出るやんか。だから、そこらへんのブンブンコバエ潰した時に、軽血がちょっと出てきたり。うわぁもうダメやー死ぬ死ぬ無理、ね、あぁえ、めくねこみしありがとう。 無理無理ほら、無理だろこれは無理と思って、さすがに私も,もううんち匂わない袋でいいやってなったね。うんち匂わない袋に入れると、やっぱりもうそういう小映えですら、探せないんですよ、匂いがしなくて。なぁ無理だろだから、まあ、今も、その、まあ、こまめにやってる人ですら、2、3匹とか湧いたりするわけで、嫌じゃないもう嫌よな。で、なんか、掃除とかしたことない人わからんかもしれないけど、ごまみたいな卵なんですよ、あいつらって。 ほんまにごまとそっくりの卵なんですよ。なぜかなんかトイレにごま落ちてるなとか思ったことあるそれコバエの卵なんですよ。いや、マジで。だから、なんか、おう、ごま落ちる。まあ、食べるやつってさすがに終わらんと思うんやけどさ。おう、ごま落ちてる。ひょいぱくはないと思うけど、その、あれごまかなって思ったら、それ大体卵なんで。ふったりはすんなよ、マジで。 はい、毎日ゴミ箱処理してます虫は見たことないです毎日してたら大丈夫なんやけど1人暮らしの自分家で毎日ゴミ箱処理する人っておらんやんかそうなんよまあ、毎日やってたら大丈夫2日にいっぺんでも多分大丈夫でも夏場3日はもう湧くダメですそう小林見たことない実家ママに感謝ママ本当にすごい素晴らしいこまめそう1人暮らしの時に体験して二度と湧かないようにしたまあみんなそうだと思うよ 夏場に私ほっといたゴミ袋に、コバエが死ぬほどな、死ぬほど大量発生して、で、もう床に、そう、ゴミ箱周りの床に孵化したウジムシ。まあ、コバエのウジムシやけん、ちっちゃいウジムシな。ほんまに、まあ、細さも1ミリくらいかな。細さも1ミリくらい。いや、もっと、0.5ミリくらい。で、長さがいや、1センチないかな。8ミリくらいの、その、ウジ。 が、もう、床、うよ、うよしてって、あ、ぎ、ぐ、ぐ、ぐわあ、あって、でも、でもそれも、あれや、二十歳かな二十歳くらいの時に経験して、そっからはさすがにやってない。やったことあるっしょまあ、若い時にみんな一人暮らしで経験して、そっからちゃんとするようになるんよ。みんな家綺麗にしときな、ほんまに。炊飯器に綿みたいなカビは <laughs>、よう生える。マジでさ、たまに米炊こうって思ったらもう忘れるもんな、ずっと。ほんで、やっべーとか2週間後に開けるもんな。終わってるよ。 女は、まあ、あ一人暮らしした女で三角コーナーに箱を置いた女であれば分かってくれると思うけどな。ああ、でも夏場のカレーは置いといたら結構腐るね。で、カレーもそう食べ終わって冷めたら冷蔵庫に入れなあかんの鍋ごと。知らんがな、そんなんな。ヘク。あ、ちょっと待って。ふひゃっくりが。みーちゃん。ヘク。ちょっと、おお茶、お茶持ってくるわ。ヘ <laughs> イみーちゃんどいて。 なんだろうね、シコティッシュは、わかんのかなでも確かにね、シコティに虫が湧いてんの見たことないかも。冷蔵庫の音に反応してたすごありがとうございます。シャックリ可愛い,いいただきました。やっぱパリパリになるからなんかななんかやっぱ軽血ってずっとやっぱりこう、じっとりとしてるしね。あ、カレーはあれだっけウェルシュ菌みたいななんか、そう、熱しても、熱してもあかん道グが発生するとか言うね。 あシコッティは栄養価が低いんか。なるほどな。あ、はい、もう妊娠したくないよ。<laughs> まあさすがに、じゃあ、まあでもさ、まあ、男はさ、えっ、ー、と、〇〇たんの、なんだっけ、軽血を乗せた熱々のご飯を食べたいよとか言うやん。でも女はさ、言わんやん。さすがに、どんだけ好きな男でも精子を乗せた熱々ご飯食べられへんやん。やっぱり食うんだったら精子よりもまだ軽血なんだろうな。コバエですらな。水を入れるのを知らなくて、 うんちにおわない袋、ポチりました。あのね、やっぱちっちゃい方がいっぱい量入ってるから、まあ、S からとりあえず使うといいよ。そう、今日は君にいたんだよ。お兄ちゃんは米を洗剤で洗ってたあるある。米を洗剤で洗うって結構あるあるらしいね。なんか家事せえへん女も。なんかよく聞くやんか。え、嫁の飯がまずいすれとか呼んだことあるあるかな私結構好きなんよ。嫁の飯がまずいすれ。あのー、まあ、嫁が料理めっちゃ下手で、 こ,うこんな料理出されたみたいなスレとかなんやけど。それでやっぱり結構スタンダードなんが米を洗剤で洗って、しかも洗剤ごと炊くみたいな。そう、飯まずすり好きなんですよね、私。そう、肉とかも洗剤で洗ったりするとか。そう。で、それを男には食わすけど自分は食わんみたいな嫁が多くて。でも、たまにおるんが、そのまずい飯を嫁は平気で食ってて、私食えるんやからお前も食えで食わしてくんのが一番辛そうだった。 え、でもさ、作ってもらうだけありがたいと思えて、そんなんだったらもういらんことない。もはや嫌がらせだと思う。え、でもなんかそ、そこの方がなんか体にいいのよ、みたいなことを言ってくるらしいよ。まあ、でも、そう。あのね、飯まずのふりして、あの、保険金目当て、その旦那を殺そうとするっていう悪い女もおるらしい。え、ごめん、わかんなかったからヒ素入れちゃった、みたいな。ヒ素入れたら美味しくなると思ってたの、みたいなね。味の素と一緒じゃないの、みたいな、無知を装って殺しに来るやつおるらしい。 しかも、なんかまあ、それを、なんかまあ、推奨してる。まあ、推奨とまでいかんかもしれんけど、夫が嫌いすぎて、ゆ、ゆっくりと殺してますみたいな、そのブログとかが結構あって、恐ろしいよ。やっぱ結婚って恐ろしくねそう、夫ですのとそんなあったよな。あった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 。で、まあ、その毒までいかんけど、毎日めちゃくちゃ塩分高いものを食わしてて、夫アホやから喜んでモリモリ食うけど、その健康診断の結果が明らかに悪くなっていってるのを見て、 気をつけなきゃとか言ってるけど塩分高いものをでも美味しいもの食べたいでしょって食わしまくって緩やかに死に向かわせている嫁とかを見たでもねそう嫁で住むとはないんよなんかねこれなんか男女の違いなんか知らんけどなんかその夫とか嫁で調べた時に夫死んでほしい殺したいみたいなそのサジェスト検索のサジェストが出るらしいんやけどでも嫁だとそういうの出えへんくて なんか誕生日とか記念日何をみたいなんで、なんかちょっと男っていいやつかもなって思ってしまった。ああ、もふもふさんと M ネコさんの話にも通じそう、そうやね。もふもふさんはきっと頑張ってたし、悪く言ったりとかしてなかったと思うよ。けどやっぱり M ネコさんは、まあ、自分の方が大事になってしまうよな。どうしても。あ、さじ加減を知らぬ。嫁の飯がまずい。そすれのね、すれたいもおもろいんよね。 身の回りの自称童顔女にすごくイラつくのですが、そのイライラを言語化できないので、代わりに悪口言ってくれませんかはい。えっとですね、ポコランさんじゃ女だと思うんですけど、自称童顔女って言っても、まあ、皆さんが認める本当の童顔女っていうのは、アクティブキュートっていう顔型の顔なんですよ。まあ、まあ、事前知識として言うと、女の顔には、顔型、まあ、その人の顔を、まあ、何パターンかに分けた顔型っていうのがあるんですよ。でその中で、まあ、 フレッシュ、キュート、アクティブキュート、なんかエレガントとか、まあそういうフェミニンとかいっぱいあるんですよね。でその中でですね、えー、っと、まあみんながほんまに心から認める可愛い動顔って言,う言われる女っていうのはアクティブキュートなんですよ。まあ丸顔で目が大きくて、本当にもう最近よう流行ってる加工とかの動画っぽい女、みんなこれやろみたいな顔がアクティブキュートだと思ってください。 アーダチューミはアクティブキュートじゃないアクキュー、ちょっと誰がおったかなじゃあ、ちょっと待ってよ。アクティブキュートの芸能人で今探すな。アクキュー。じゃあ、アクティブキュートの芸能人で言うとですね。ああ、広瀬すずガッキー、キリタニミレイ。アーダチューミーもそうやわ。ああ、でも宮崎葵、あ、葵はキュートかも。アクティブキュートは動眼で目が大きい。でキュートは動眼で目ちょっとちっちゃいって感じかな。そう、まあそんな感じなんですけど。 <laughs> まあで、これがみんなの言う動画なんですよ。でも、その、まあ、動画には見えるけど、なんかブスなやつっているじゃないですか。それは、まあ、これフレッシュの皆さん申し訳ないんですけど、顔大体フレッシュなんですよ。ちなみに、あの、顔フレッシュって言うと、まあ確かに、動画には見えるけど、芋臭い感じの角張ったゴツゴツとした動画って感じかな。なんか、垢抜けないっていう感じの若さがフレッシュなんですよ。 そう,そう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 。そ赤抜けてないゴツゴツした感じの若さで。それを若いねって言われて童顔だと勘違いしてるんですよね。その、まあだから、悪狂が言われる若いねは若いねなんですよ。若く可愛い。けど、フレッシュの言われる若いねっていうのは、お前赤抜けてなくて芋臭くて中学生みたいやな、を優しく言った若いねなんですよね。それで私童顔なんよって言ってたら、え、お前どう見ても顔型フレッシュやから、 その若いって、赤抜けてないっていうのをみんながオブラートに包んで、若く見えるね動画やねって言ってくれてるだけやからさ、現実もうちょっと見た方がいいよって。周りのみんな優しくて、お前人生楽しくて嬉しいな、よかったな、で、言ってあげるといいと思いますよ。まあまあわかまあ、悪気でも別にブスはおるし、フレッシュでも美人はいるんですよ。いる、いるけど、いるけどまあでも全体的にそうなりがちだと思いますね。ブスのくせになんかその、私動画やんないよって言ってるのは、大概、フレッシュかなと思ってます。 で、男の場合の若く見えるねえはもうほぼ100%で、中学生みたいな顔してんのお前赤抜けてないな。眉毛なんでそんなボサボサなんていう意味なので、ほんまに真に受けたらあかんで。あ、片切り入り、あれフレッシュだろうな。フレッシュ。フレッシュの芸能人ちょっと探してみましょうか。あ、あかん。完熟フレッシュっていう芸人が出てきてしまう。違う。はい。よし、ここ,こまで刺さったらもうそいつは死ぬんじゃないですか。 いかがですかあれ、さっきの誰だっけ言ってきたのって。なんか完熟フレッシュっていうやたらよくわからん芸人が出てきた。よかった。とてもスッキリしましたということで。そう。まあ、こうやって言語化してあげるといいですね。まあ、顔タイプがなんであれ、ブスはブス、美人は美人はそうですね。別に、どの顔タイプでもブスも美人もいるんですけど、ただまあ、日本人に受けやすい顔タイプっていうのはもちろん存在したりしますね。日本で受けやすいのはやっぱりアクティブキュートが多いかなっていう印象ですね。でも、海外では逆に、その、 エレガントとか、フェミニンくらいがモテたりするらしいので。はい。私は、あの、エレガントなので、顔型。<laughs> えー、日本ではちょっと受けにくい顔ですね。みんな悪級になりたかったよ。えー、じゃあ、アクティブキュートの AV 女優、ちょっと調べましょうか。多分ね、AV 女優のアクティブキュートって、男しかさ、調べへんから、アクティブキュートっていう別れで出てくるかな。アクティブキュート。AV 女優。 よし、今から調べてやるよ。いやー、でもアクティブキュート、うーん。やっぱアクティブキュートってさ、その女が基本使う概念やから AV 女優って言ったら出ねえわあ。出ねえわ。芸能人しか出てこーへん。ちょっと調べてもちょっと芸能人しか出てこんかった。でアニメキャラだと誰って言うんやけど、アニメキャラはアクティブキュートに全部書かれてます。目が大きくて、丸顔で、えーとー、なんだっけな、ゴツゴツしてないじゃないですか。 あれ、まあ、アニメキャラが全部アクティブキュートで書かれてるので、日本人みたいなア,アニメとかゲームとか大好きみはアクティブキュート好きなんですよ。前の配信顔出ししたから、めんどくさい時はこれで行きます。いつまでやるのとかじゃなくて。もう何回も聞かんといても。まあ、大体分かってきたんじゃないで、じゃあ、そうやな。あの、私のエレガントの芸能人ちょっと言,言ってみようか。誰っつってたっけな。えー、エレガント、芸能人。 ああ、竹江美か。確かに、ぽいかも。で、まあ、その、女受けやっぱそんなする感じではないような竹江美も美人やけどさ、宮脇桜。あ女あ、であでも宮脇桜は女受けする感じかな。あ、大政綾大政綾って読むかな。あれなんかセブンティーンにこの子おらんかった。北川恵子。あ、誰のがれちょっと、あのさ、わかる私の、その顔型エレガントって、 誰逃れが割と代表格みたいな顔してんねんな。で、じゃあ誰逃れ思い浮かべて、こうふわーっと私の顔思い浮かべたら、確かに顔型その顔のタイプ一緒やなって分からへん。ほら、ちょっと今思い浮かべて。ふわーっと誰逃れからのふわーっとその後ろから、たぬかなの顔出して。でだから、その、あれやで。タイプ。顔タイプは一緒ってわけよ。そうそうそう。そう、刺さりそうなフェイスライン。まあ、鼻の、まあ、中顔面がちょっと長めに見えて、 ま、目も近目で、まあ、縦長な感じのね。そう、アハ体験。そうやろだからそう、この絵も、よく見たらそう、誰逃れにちょっと似て、ないないか。ないかもしれん。そう、タヌカナ誰逃れだった可能性あるからな。あと、中村アン、ロ、ローラ、ローラちょっとなんか、なんか、うん、エレガントなんかの、これ、勝手に言ってないかほんまかあ、伊藤美咲、伊藤美咲かじゃあいいかもしれんもう。 柴崎子。柴崎子。森泉。ほら、顔タイプ分かってきた分かってきたそう。あ、まあハーフ顔って、彫りがちょっと深めで大人っぽい顔。まあ、でもこれ、まあ、適当に書いてる可能性は結構ある。あ、聞いてくれる私、日が学びに似てるって結構言われるんだよね。ねえはっはっはっは。<laughs> <laughs> <laughs> え、怒るねえ、怒るえって何 いや、ほんまほんまだって、鉄拳 BBS にたぬけだって、ひがまなみに似てるって誰か書いてたもん、知らんおっさんが。二度と言うな二度と言うな <laughs> じゃあ、わかった分かった。じゃあ、じゃあやっぱ山本マイカな。君にたそうは山本マイカに似てるからごめんな。ひがまなみじゃないんだ。マイカだよ。うん。ふ <laughs> 二度と言うな言っていいことと悪いことがあるははは <laughs> じゃあ、自演やめて。じゃ、自演してないから、さすがに。取り消せよ、その言葉。やめてよ、別に。いいやん。言うだけは、言うだけは何でも勝手やん。その、自称、動眼なんだよね、と何が違うわけ自称、自称、あたし、同ってよく言われるって言うんと、あたし、ひげまらびに似てるって言うと、何が違うって言うわけねえ、さすがに何が違う。ち <laughs> ょ <laughs> っと、相手に悪い。 ガチで可愛かったよひよ、ちょっとな、ガチだやめてくれるな、ほの、なあ全く別、やかましいわ、マジで。あー、でも確かにそう。あの、ほら、V の時は、ほらわ、悪い、ほらな v。V の時に顔の話はちょっと難しいから。ねひがまのりのファンに失礼とかじゃないけど、普通に傷つく人いるから、何なんなんえ、そこまで言わんでもよくない私、確かにいてもちょっと言われるっていうさそういうなんか忖度のある世界期待しとったんやけどな なんなんここ日本人おらんの正しいことを言うのが、なんかアメリカ風になってますもしかして。なんかお世辞とかは良くないみたいな風潮になってます日本人でなんかもうちょっとこうお世辞とか言うんやけどな。なんかあ、た、確かにとか言ってくれるのにな。はぁ、あ。あ、なんか AV 女優かなその死の代言って。なんかそれもジョーちょっ言われたことあるわ。AV 連絡来てないよ。もう全部勝手にやられたよ。全然関係ないけど、カツの皮、あ、衣剥がす人無理。私も無理。なんでカツ食いに来たんって思うよな。私、新宿サボテンっていう、 あのとんかつ屋さんが好きないんよ。他のとんかつもいろいろ行ったんやけど、やっぱり一番新宿サボテンが好きないんよ。うまいんよ。そんな高いわけでもないし、うまいんよ。サボテンおいしいよな。元従業員、サボテンはいいよ。徳島にね、新宿サボテンあるんよ。ゆめタウンの中に。私ね、そのお金ないとき、あんまりお金なかったときやけど、月に1回はサボテン行こうっ,つって、ちゃんとスタンプカード持って、彼氏と一緒に行って、 サボテンでご飯食べて、で、ご飯おかわりが自由なんよ。で、私もその時分かったから、二つあじゃあに、ご飯を二杯おかわりするんやけど、彼氏がめっちゃ食う、こうやって、五杯とか食うねん。で、ご飯いっぱい食べてんの見て、私のカツあげるなって,って、私のカツをあげて、それをおかずに飯を食ってる彼氏を見るのが幸せだったな、当時は。ユータウン、あるあるある。徳島にマイセ線とかないんで。そう,そうして彼氏が超えていく。私と付き合って,って全員超えていく。 トンチン感行ったことあるんやけど、私微妙やったんよな。なんかね、うまいトンカツ、あの、ネットで有名なトンカツ屋とか、クソ有名なトンカツ屋ってさ、ま、あやっぱ、その肉とか衣に自信があるんか知らんのやけど、トンカツソースじゃない、なんか謎の薄いソース出してくるとこ、結構あるんよ。え、そうだろわかるなんか、その、ちょっと調子に乗ったトンカツ屋は、トンカツソースじゃなくて、なんか薄いソース、ペロペロみたいな。あとそう、塩とか、はみたいな。 意味分からんことない。で、ウスターとかよりももっとこう、なんだろう。あ、そうそう、出汁で割ったみたいな、そうそうそう。調子に乗ったとんかつはそういうことをしてくるんやけど、俺たちが食いたいとんかつってそれじゃない。俺たちが食いたいとんかつはサボテンの、もう、なんて言うんだろうな、まあ、まあ、そこそこにいい肉に、な、なるべく揚げたての衣、そして下品なとんかつソースで、ゲタゲタにして食う。これ以外に正解などないんよな。ないよ。で、ソースも、 なんて言うんだろうな。ほんま、え、ごめんな。私ちょっと、ちょっとこれは下品かもしれないんだけど、あの、サボテンってさ、その、すり鉢とゴマ出てくるやん。で、それ吸ってそこにソース入れるんやけど、私あれをそのすり鉢の8割くらいまでソースで埋めて、もうソースげっちゃげっちゃ、もう大量のソースをコトンカツにつけて食べるんですよね。そう。もう大量。大量。いや、でもあれよ、そのすり鉢が、ちっちゃいすり鉢来るのね。 えー、どれくらいだまあまあ、おチョコよりおっきいか。まあまあ、そんなに大きくないすり鉢じゃないけど、それの8割くらいまでソースを入れちゃう。そうそう、それにソースをめっちゃなぶって、で、それをちょっとずつ食べて、楽しみたいんだ。好き。からしつける。で、 そのソースにまた辛子が合うんよ。で、端っこに辛子ピュッて出しといて、で、ちょっと味変したいなって時にその辛子をさ箸の先っちょにブッて取って、そのソースのついたあたりにぐちゃぐちゃってこう混ぜ込んで、うまいよな。辛子はうまい。で、なんかその最初の一口はレモンとお塩でとか言っても、はーいって言いながらソースドバババってやってるから。<laughs> そ,うそんで、その熱々のトンカツを、ほふほふ、タレうまうあ、ご飯ご飯って、で、と、もう、な、サボテンは、なんか米もやっぱそこそこうまいんよ。ってか、まずい米が出てきたことない、あこは。米もまあまあ、うまい米でな。その熱々のトンカツに、その熱々の白ご飯で、はっふはっふ。そして、出てくる味噌汁、これもね、季節ごとにちょっと違ってるんですよ。秋は、マイタケとか、タケノコが入ったお味噌汁とかで、 まあ、時によって違うんですけど、山芋入っ、山芋、山芋ちゃうな、里芋入ってたりとかで、時に違うんですけど、その味噌汁もインサントではなく、しっかりと出汁を取ったお味噌汁。なめこじゃないことが多いかな。赤出しちゃうもんだって、東京って。で、その東京は赤出しじゃないから、まあ、その最高って感じじゃないんやけど、徳島だとなめこの赤出しの味噌汁出してくれるから、その熱々のとんカツ、白いご飯、そしてなめこの赤出しの味噌汁、ああああああよかった。 で、そこにね、ちょっと今変わってしまったんやけど、昔はね、サボテンって、あの、置いてる漬物もあるじゃないですか、それと一緒に出てくる。漬物が、ゆず大根だったんですよ。で、その、で、ちょっと飽きてきた時に、そのゆず大根と、あと、そのサイドメニューで頼んだ、あの、私で味付けしてあるトロロで、こう、カカッと、行くわけですよ。あー。でもね、そう、このゆず大根高かったんか知らんないけど、最近なくなってしまって、 安そうなピンク色のちっちゃい漬物と、ちょっとアクの強い、えぐみが残るごぼうの漬物になってしまった。で、とろろも、そう、醤油でさ、食べるとろってあんま好きじゃないんやけど、あっこもともと味がついてて、和しで味をつけてるし、とろろなんよな。それがまたちょっとお上品な感じでうまくて、カツにも合うし、まあ、その、大根で食ったらうまいんよな。はぁ、どうみんなとんかつ食べたくなってきた。みんな多分とんかつを食べたくなってきたと思う。私だからサボテンが好き。 え、これ誰か新宿サボテンに送ってくれへんかなマジ私これだったら多分ね、イメージキャラクターになれると思うわ。<laughs> サボテンの元従業員やけどめちゃくちゃ死にすぎてて怖い。でもだって店員さん持ってきてくれるときさ、トロロは私で味付けしてありますのでそのまま、あの、お召し上がりいただけますって言ってくれるよ。で、私かなり言ってたから。<laughs> な、サボテンうまいな。私、カツヤは、ちょっと、ま、ま、申し訳ないけどちょっとダメだったんよな。 肉の味かななんか、衣が悪いんか分からんけど、なんか初めて行った時に、あ、これなんか無理やなってなって食べれんか、まあ食べたけど、食べたいなってならんかった。なんだろうね。やっぱ、やっぱ値段が安い分だけあって、肉やら衣やらの質がちょっと悪いんだろうけど、ちょっときついかな。油かもね。あと、もう一個くらいなんか質問あった気がするな。ちょっと待ってよ、探そう。これもさっきのあの、まんじるびちゃびちゃネキと近い、ちょっと難しい質問やな、これ。 はい。えーっと、じゃあ、こちらですね。はい。大学3回生のものです。以前から友人 A が同じサークル内の後輩の弱者男性からセクハララインを受け続けている件について、田中さんに相談させていただきたいです。セクハララインの内容としては、好きな人3人いるんですよね。どれも幽霊つけがたいです。A さんは僕と十分に釣り合っていると言えますよね。かっこ、この A さんが、その弱者男性にアピール受けてる、まあ、こいつの友達やな。 僕は努力の結果、A さんの横に並ぶにふさわしい男になりました。僕じゃなくて A さんはあの男の先輩が好きなんですか男の先輩がいなくても僕がいます。僕は A さんがいるならそれだけで幸せです。秘密を共有した仲じゃないですか。などと数えきれないほど LINE を送ってくるそうです。また対面でも A を大学内で見つけるとニヤニヤしながらストーキングしたり、A の友人関係を壊そうとして周りに嘘をついて A を惑わせるなどの被害が出ています。A 自身は 同じサークル内の人で騒がれると、周りに迷惑かけちゃうから、私が辞めるしかないのかな、と言っています。私自身は A のことがすごく好きなので、サークルを辞めないでほしいです。A のことが好きな男は、自分のことを頭がいい論理的思考ができると勘違いしているような激ヤバ男だとは思いますが、なぜか雑草のようにしぶとくサークルに居続けています。社会的に死んでほしいと私は思っていますが、どうしたら死んでもらえるでしょうか告発をするなど、 いろんな案も考えましたが、私は A の実家を知っていたりするので、家族に迷惑がかかるのではないかと危惧しています。民事の内容なので、警察は厳しいと思いますし、なんせ報復が一番怖いです。田ぬかなさんならどうしますかお答えいただけると幸いです。<laughs> <laughs> あのさー、これな、まあ、ちょっと身もふたもない話をすると、本人のことだったらここまで考えていいと思うんやけど、友達やん。ちょっと仲いい友達やん。 正義感出しすぎて、深入りしすぎやな。かわいそうに何かあったら力になるよで、放置でいいんよな。そう。相談者が勝手に心配してるだけ説も結構あるし。そうそう。まあ、これ自分の話ですとかだったら、ま、なんか、また話変わってくるかもしれんけどさ。そう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 。で、まあ、社会的に死んでほしいけど、報復が怖くてできない。まあ、そんなみんなわかってやってる。ってか、みんなそう。報復が怖くてやってないんですよね。世の中のみんなほとんどそうですよ。 やばそうな奴がおったらもうみんな離れるしかないんですよ。だから無敵の人って言うんですよね。振られて相手の両親殺して放火した奴いたよね。断ったり拒絶するの怖いよね。そう。だから、触れないことしかできないの。社会的に死んでほしくてもう、もう触ったら自分に外が行くから。だから無敵の人なんよな。で、それは友達の話だったらもうお前は何かあった時力になるからって言ってもうほっといた方がいいねん。付き合わない方がいいねん。残念ながらね、そこまで語りしてお前にいいことが一個もない。多分これは。なんか共有した秘密っていうのがよくわからんしな。 で、その友達、そこまで、その、弱者男性が来るっていうことは、なんかその友達もなんかやったんじゃないかなとか思ってしまうよな、ちょっと。なんかちゃんと断ってもそこまで来るやつっておるかな、みたいな。そんなキモい奴ってさ、結構自信がない奴が多いのに、なんでそいつはそんな自信満々なんだろうっていうところとかを考えると、ちょっと色々不に落ちんよな。何かで満分した可能性もあるね。まあおるんかな。じゃあもうだったらもう無敵の人やから、もう触らん。ほっとく。ごめんなさい、無理ですって。 ね、ひどい振り方じゃなく、どうしても無理なんですってもう悟すしかないしな、そいつが。お前は関係ないかも。もう、その件については触れる方がいい。離れた方がいい。ほっときな。まあだから、怖いから、その何かされたら怖いからっていうのもあって、割と優しくしてしまってるとことかもあるんじゃないかな。まあそうそう。で、その友達がすべて本当のことを言ってるわけじゃないかもしれないし、共有の秘密が何かも知らんし。あ、でもまあそうだね。目の前で A さん鼻ほじりながら口開けてご飯食べよう。 うががいいかもしれないそのの弱者男性がまあ、幻滅すするるよ感じおはようあ、今平手そうブーみたいなんとかを、その弱者男性の前でやってたら、もうこの人は俺に釣り合わないって言ってどっか行ってくれるかもよ。くちゃらーになって、そいつの前でおならとゲップを交わして、そいつの前でお年寄りを恫喝するとか <laughs> うぅ<ー笑>。<laughs> 逆に社会的一周。確かに。 人中の冷えも生やして、爪楊枝で歯の隙間シーシーして、落ちたパン食って、<laughs> で、お年寄りからカツアげしたりするじゃ、お年寄りも雇ってな。落ちてるごま食って、<laughs> まあまあまあ、まあ、<laughs> まあ。そいつの前だけでそういうことまあ、できる範囲でやるっていうのもいいかもね。俺の前だけでこういう姿見せてくれるとかって思われない。いやでも、話聞いた感じ、A さんは俺と釣り合っているみたいなことを言ってるから、 その、まあ、自分との釣り合いみたいなものをの求めてる感じするからさ、コーラ飲んでクソデカゲッパきついかもな。で、タヌカナ見てる、毎日見てる、大好きっていう。で、なんか何々くん、弱者男性くんも見てみたらって進めてみる。そう。あ、まあ、あとはま、デブになるとかもいいかもね。頭まあとはま、もう、化粧とかせずにブスの顔で毎日もう学校行ってみて。で、その男の場合で変顔ばっかりしてみるとかな。あのね、いつか風呂入ってないわね。そんな そんなに嫌じゃないよな。別に、あ、いつかぐらい入らんこともあるよなってなるだけじゃって。な。おもむろいまんこ書くか。自分もタヌカナの配信見てる。で、言い寄られてきた弱弾を撃退できたから感謝してる。マジ <laughs> てか結構さ、私な、なんか弱弾の都道場って言われとるけどさ、弱弾避けになってると思うよな。いや、そうね。どっちかといえば弱弾避けなんよな。ほんまに。しかも、やばい系の弱弾を私の配信は弾ける。で、弱弾を弱弾と受け入れてる人は、多分私の配信って割と楽しめるんよな。 で、弱弾だと自分のことを認めていない弱弾。そう、これを弾けるのは強いかもね。いや、お前らは強者ではないよ。弱者だと自分を認めた弱者だね。認めてしまえば楽やし、余裕もって受け入れられるやん。言われることも。でも、弱者、自分が弱者であることを認められてないやつはきついやんな、やっぱり。私のステッカースマホに貼るそう、だからそいつそう、自分が弱弾だと思ってなさそうやね。あ,あ、弱者が集まればね、俺も行ってみようかな、とかなるわけ。 ま、ちょっと高みから見物したいな、みたいな、その、もう、キクソ気持ち、牛弱男が言ってるわけやろ。やばっ。怖っ。まさ、あ、にね、自分がどの程度の地位にいるのか、自分は弱者なんだって、分かれてるその認知力自体が得難がいものですからね。やっぱ人って自分のことを大きく評価しが,し,しがち、課題評価しがちなんですよね。過小評価する人って多分そんなにいないんですよ。でも自分はこの程度なんだなって、自分からの評価と他人からの評価、それが、 ぴっったりしてていいいいる人なななかなかいないですよ得がたいその能力はね逆弾はじけるで勘違い以外にタヌの切り抜きリップしたら刺さりすぎて即ブロックされるもん。じゃそんな使い方やめて。<laughs> 別にえら選んでもないですけどね。選んでもないですけど、ね、ただ、まあ、割とその先民意識、なんか俺はこういうの見てもこう余裕持っていられるっていう先民意識とかは抱かない方がいいですよ。なんか外から見たときにやっぱりね、そう思われがちな,な側面もあるんですよ。 タヌカンは配信見てる弱者男性って、俺は弱者だけどこういうのも余裕持って聞ける余裕ある男とか勘違いしてそうだよね、みたいな。まあそういうツイートとかをエゴさしてると見かけたりするんですよ。まあまあ、その、そのっけなくてもそういう風な思われ方をするっていうのは分かっとった方がいいかもね。そうだろう <laughs> ここにいる弱団は自分の増物を引きずりながら見ていると思ってる <laughs>。増物引きずってんのお前ら。すごいな。そんな増物引きずって、 ってても余裕持ってられんのってさすがにすごいよ。山本太郎のステッカー携帯に貼るは、えとそれ健常者を弾いてしまう可能性が結構あるから、もろ派だよな <laughs> 私のステッカーもそうなんやけど、健常者もやっぱり割と弾くからさ。臓物縄跳び。つえぇ。そう、血へど吐きながら笑える。それが人の強さ。まあほんまの地域余計はとりあえず金髪にすることやな。えでもよくないな、地域余計に金髪にしようよ。金髪にして、ピアス2、3個開けて、 で、あの、痛いところには、その、嘘ピアス、嘘イヤーカフみたいなのつけて、で、メイクもバチバチの強い系女メイクにして、で、服も,も、ロック系よ。ビリビリ引きちぎれたやつに、あのー、スタッズ、病害いっぱいついてるような、じゃらじゃらいう服着て、ほんでなんか、鎖みたいなのを腰から垂らして、大学行ったらいけんちゃうありやんえ、そうしようそうしようぜ。じゃあ、お,お前、A にそういう格好させよ。な。え、絶対勝てるって。 でもまた、だって聞いたよその彼氏作ったらいいとかじゃなくて、なんかその、いや、そんな男より俺の方がいいですよ、みたいな感じでストーキングしてきてキモいっつう話やから。金髪で極太、フルクロマ黒眉きつい。でも、そう、あのー、田舎とかで、金髪にしたはいいけど、眉毛何もいじってなくて、極太の黒眉のやつ、多いよな。赤抜けてなさって感じよな。まあ、でももう、それくらいも愛おしいんじゃないもう。<laughs> もうこの年になってきたらそれも愛おしいよ。あ、髪頑張って染めたけど、眉を脱色するとかそういうのはないんやな。可愛い,いなって。髪染めてみたかったんやなみたいな。可愛い,いよ。金髪にしたんだったら眉も脱色するか、まあ、眉マスカラつけるかぐらいはしようね。だって、<laughs> リツコさんも眉毛な脱色しようよ。眉マスカラしようよ。サボテン100に対して山髪何点か教えてくれよ。え、私、山勝好きなんよ。 これもちょっと徳島にあるんですけど、空港から家帰る道にあるんで、よう行くんですよ。徳島帰った時。でもね、山活がダメなところ、ちょうどね、聞いてくれるめっちゃタイムリーに、あの山活についての DM が来とったんよ。<laughs> 山活についての DM って言ったらまあ、まああれだと思うけど、まあ来てたからちょっと、ちょっと読むね。あ、これだ。読むな。徳島県民です。今日、えっ、ー、と、ん今日山活に行ったのですが、解約されていて驚いたので共有します。 前はすべてのトンカツにサラ,ダバサラダバーと味噌汁とご飯が付いてたのに、今は追加料金を払う必要があります。350円払うとサラダバープラス味噌汁バー。450円払うとそれらに加えてご飯つぎ放題です。あと細かいです,ですが、テーブルに置かれていたごまもサラダバーのところに取りに行く必要があります。自分は気醤油おろしカツを頼んでいました。このメニューは熱々の鉄板にトンカツが乗せられて醤油をかけて食べるものですが、なんと鉄板が廃止されていて、ただのお皿に運ばなって運ばれてきました。 僕はもう山ツには行きません。田中さんも徳島に帰ってきたら山ツの姿を見納めに来てください。山ツはもうダメっぽい。できとってさは <laughs> あで、なんだっけ。サラダバーの種類はあんまり変わってない印象ですし、肉の味も変わってなかったので、実質数百円の値上げです。気錠油とろし、じゃじゃじゃちゃ、油とんかつおろしカツの解約の他にカツカレーがなくなっていたので、もしかしたら他にもメニューが減ってるかもしれません。田中さんの頼んでいるメニューが消えてなければいいですね。 <laughs> いや、ほうない。こいつ、山ツに対してなみなならぬ熱意がある。あ、気醤油です。ごめんね。気醤油って聞こえた。気醤油です。生の醤油と書いて気醤油ね。違う違う。こんにちはでしょ。ねいや。そうなんよ。で、そう、山ツは値段が上がってご飯が次放題。まあ、デフォでご飯が次放,次放題じゃなくなったっていうところがあるので、マイナスかなはぁ、まあでもそれでも山ツ結構好きなんで。 85点あげましょう。ピローン。誰だこれ。ありちゃんありがとう。田舎すぎてサボテンを初めて知りました。でも徳島あるからな、言っとくけど。やろ山形徳島に謎いめっちゃあんねん。はい。40、見た目男受けはどんなが、どんな顔聞きたかったです、えー。40歳で見た目男受けしたいです。どうしたらいいですかってことね。あの、多分このひよこまんじゅう、饅頭まんじゅうは40歳で弱女、見た目男受けに寄せたい。どうしたらいいか聞きたかったのね。 君は、その、まず文章能力かな。40にもなってこんな文章を書いてたらさ、恥ずかしいよ。正直な。なんかもし、君がまあ、その、手帳とか持ってるんやったら、ちょっとかわいそうかもしれんけど、健常者でこれ書いてるんやったら、さすがに小学校行ってないんじゃないかって思われても知らないからな。で、多分見た目男受けとか寄せても、多分その中身じゃきつい。40でそんな文章を書く。そんな文章能力で、そんな言語能力だと、その時点できついと思うから、か教養っていう言い方おかしいかもしれんけどさ、 なんかもうちょっと勉強とかをしてみた方がいいと思う。マジでお前の中身って何も詰まってないんじゃないかってくらいスカスカ感がすごい。敷きじってみるでもこ,これだと思う、ここからだと思うよな。さっきの文章からもそうやし、この追記で書いてくれるんも、でも明らかに40のまともな女の文章じゃないからな。なんから話聞きながらコメントきれいに書くって言っても、結構間空いてるやん、さっきの。で、別にその間違ってたら一回コメント読み直して消したりってみんなすることない コメントを書き込んでる途中で、あ、5時あるってさ、読み直して消したりするやん。そういうこともしないのよ。人のこと言えないけど、女は年取りにつれて、教養が大事になってくる。教養っていうほどでもないんやけど、てかまあ何を教養っていうかなんやけどさ、いろいろものを知ってて、まあ、その、喋った時、文を書いた時に、普通の人やなって思われる程度の、知能、頭、頭の良さ、常識かな。持ってないときつい、きつくなってしまう。 でもさ、四十弱女、えなこうもきついやん、みよって辛いやろだからこっち来たんやろけどやで、けどやで。正直お前今のままでは多分無理だ。徳島なぜか四国銀行多いな。なんでだろうな四国銀って徳島初なんかなみーちゃんみーちゃん四国銀。四国銀行は四国銀。マジでやべえとか言ってる45歳見ててしんどい、しんどいよな。そうなんよ。やべえって捕まんといてほしい。 で、そこは40歳になってきたまでにいろんな経験があるでしょう。その経験の中から得てきたたくさんのその語彙力で面白い言葉をチョイスして言ってくれよって感じなんですよね。そこでやべえしか出ねえのかお前はって。なんて薄っぺらい中身のない人生を送ってきとんやろうなって思ってしまう。すっかすかよ。しこぎんよ。そうよ。語彙力があるっていうことはなんか人生経験豊富なんやろうなってなくても思ってくれるんよ。なんかいろいろ経験したからこういうこと言えるんやろうなとか。 勝手に思ってくれる。何もなくても。私の人生スカスカでも、なんかちょっといろんな言葉を使っておけば、勝手にみんな深読みしてくれる。四国大学も四古代。四古代ですよ。四古代四古銀。まあ本読むの好き。うーん、そうだよね。まあ、好きというか、私がちっちゃかった時ってスマホとかなかったんですよね。で、高校になっても、まあ携帯でガラ柄系で、あんまりその携帯でインターネットでいろいろ見るみたいな暇つぶしがなかったわけですよ。で、そこ行くとですね、うちあの、おばあちゃんとか、 が、えっ、ー、と、図書館とか行って、要は本とかを借りてきて、家に用件あったりするんですよ。で、まあ漫画とかも好きなんですけど、そんないっぱい買えるわけじゃなくて、お小遣いないから。だから仕方なく、暇やし本読むかで、まあ小説とかも読んでたんですよね。あるやつとりあえず読むみたいな感じで。で、読んでると結構面白くて、あ、全然活字っていけるなってなって。で、おかんとかは、なんか、まあ、読みやすい、まあ、東野敬語みたいな感じのとか。 が好きだったんで、なんかシックスセンスとかな、そこら辺とかあったんやけど。まあそういうの読んでたから、そういうのも見たりとかして。まあ暇だったからな。活字を読めるようになったのは良かった。あとトイレに小説が置いてあるねん。みんなうんこするとき見るよ、みたいな。うんこするとき見るよかは知らんけど。で、うんこするときに、じゃあとりあえずなんか暇やしで手に取って見たりするじゃないですか。そういうのが良かったかな。まあスマホになってからもう私読むんですよ、Kindle で。小説も買うんですよ、全然。なんでかっていうと、読むの結構早くて、 飛行機乗るときに漫画とかを、まあ、2、3冊買っても、着くまでに読み終わっちゃうんですよね。でも小説はやっぱりそこそこ時間かかるから。白夜行はかなり時間か,かけさせられたから、あれくらいそうだね。長く読めるのがいいかもね。暇つぶしになる。読むの早い人には。思考浪金。ふ <laughs> ふ汚いかもしれんけどもう、まあ、当時は特に何も思わんかったかな。ハニコーセン読んでたけど、猫コーセン読んだわ。<laughs> 村上春樹はね、あの、昔、 え、えぬ、えぬまき、えぬまきどりさんっていう人と付き合ってたことがあるんですけど <laughs>。その人が村上春樹好きなんですよ、その名前通り。その人に勧められてかなり読みましたね。あの、あとカレーザーは好きなんですよ、私。え <laughs> そう、昔その付き合ってたねじまきどりさんが <laughs>、あの、村上春樹好きだったんで読まされましたね。読まされたというか、まあ、好きなんだったら読もうか、みたいな。 よ、え、全然読む。全然読む。でも村上春樹は、まあ、結構おたんび系意味わからんからな。え、そうそう。ちっちゃい頃解決通りとか読んどんでも全然いいんよ。ハリーポッターとかな。デルトロクエストだっけ。デルトラクエストだっけ。わからんけどさ。ああいうのを小学校の時にちゃんと読めてたやつの方が強いよ。そう、ねじ巻きリク黒に来るな。ダレンシャン。そう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 ,そう。好きな作家。うん、まあ、小説家というより私エッセイストとかが好きなんやけど、桜桃子と枯沢ルが好きです。 エルマーでやったな村上春樹、僕はセックスをしたんやから。<laughs> あ、吉本バナナも読んだよ。でもね、なんかあの、吉本バナナのキッチンだったかななんかすごいさ読み始めとか導入めちゃくちゃ良くて、ふん、なんか雰囲気めっちゃ好きなのになんかやっぱ、終わり何みたいな感じになってさ結局やっぱり人間落ち求めてしまったら、ああいう本ってダメなんかもな。あんの萌子好きよ、私。いや、結構カット女好きかもな。 なんか漫画家やけどさ、なんだっけ、なんちゃら春菊っていう人も好き。あ、そうそうそう、内田春菊か。好き好き好き。え、わ分かるっしょ結構みんな好きかな。<laughs> おついち好き。割と人生ガチよな。そうそうそう。そうそういうのとかやっぱ好きかなと思う。リアルやもんね。そこら辺もわからんかな。犯罪ルポ好き、わかるわ。起きたばっかは、絵が絵があるやけどでも、まあすごいいいとは思う。も、ま、う、あ、結構泣く、泣ける、普通に。 えー、もうちょっと綺麗にしてもらえたら嬉しいなとは思う。1984おもんな意味わからんし。意味わからんし。言ってるだけやん。意味わからんし。ペッ。え、お前何して、あうんちゃうよお前もう。あー、またもう。スマホの充電コードを噛むデブです。なんでお前そんな悪いんなんでそんな悪いんやんもう悪そうな声してもあかんで。な。許し凍うてるから。 はい。えー、作家とか一切興味なくてフィーリングでしか本買わないんだけど、全く新しく一冊買うときの基準って何かあるうーん、まあ、新しくか。私結構 Kindle で、この本を読んでいる人におすすめですみたいなとこから買うことがあるかな。でこの本読んでる人がいっぱい買ってるってやつは、多分感性に似てる人が買ってる本やからと思って。意外と合ってると思うよ。あ、ったやりさ読んだけど、あ、あんまり、あんまりかな。まあ、てかあれとか出たらめちゃくちゃ昔やん。で、当時くらいだったけん。でそこまで響かんかったな。 いやなあんなに自分でこうたりとかしまくっとるからな。うーん、でもまあやっぱ紙の方が読みやすいなとも思うけどさ、でもやっぱ便利すぎて電子が画面ちょっとちっちゃいけどね。一番おもろかった小説。<laughs> え難しい。でも、容疑者 X の検診を私ドラマとか、あ、映画か、映画じゃなくて小説で初めて見たんやけど、めっちゃ好きーってなった。あなんだっけなんか他の誰かも、一回配信でもやったけど、インザプールだっけみたいなもう好きーみたいな話をしよったけど。あ 外の音でな。あ、告白、告白ね。なんか、昔、見た、見たよ見たような、見たんだろうけど、あんまり覚えてないんよな。ちょっと読み直さんとな。え、切ないよな、切ないよな、ってか、そう。いや、いいよな、マジで。いいよな、マジで。好きってなる、やっぱり。人魚の眠る家は、結構評判悪かったんよな。まあ、確かになんか結局、どうもなってないしな。けどなんかその、 全体的な雰囲気とかはすごい分かって、なんかちょっと締め付けられるよな。私結構嫌いじゃなかったんやな。インザプール好き今まで喋ってなかったけど、インザプールって出て、俺も俺もってなっちゃった。可愛いね、お前。いや、まあまあ、そうそう。まあでも、なんか雰囲気いいよね、やっぱり。そう、なんかその話が面白いとかじゃなくて、なんかこう雰囲気がいいな、みたいな。小説とかも結構好きかもね。篠田まり子の浮気ドラマ、なかなかいい方な。なんかセクス中にグレイテストショーマンとか、 なんか、ピックなんちゃらとか言ってるのを見て、なんか何やこれと思ってたけど。<laughs> なんか、あの、スクショだけ流れてきてさ。意味わからんかったけどね。何がグレイテストショーマンやねん。しばくぞ。あ、でも日暮らしの小説おもろかったんよな、普通に。うん、私も全部小説、あのね、まずゲームでやって、小説で全部読んで、漫画も読んで、アニメも見た。もう、あれくらいの年代の時ってハマるやん、日暮らしって。<laughs> ちゃうんやで。あの、篠田まり子の、 フリンドラマで、なんかそのセックス中に、なんだっけ、俺とのセックスは、うーん、グレイティストショーマンみたいなのやってる謎のサインが、サインじゃん、謎のシーンがあんねん。いや、そのグレイティストショーマンの話じゃなくて、はぁ何言ってんのって話。そう。そのガチ行く、ガチ行くじゃないけど、これでグレイティストショーマンって言ってるわけですよ。意味わからんだろ俺のサイズはで、ね、なんだっけ、ビッグ、なんちゃらなんちゃらーみたいな。意味わからんだろ笑かすなよって。 あ、確かに、マンコ舐めながら、これ、行列できるよって。<laughs> え、ギャグだんあれ。ギャグドラマなんですかやばいっすね。マリコ汁、行列並ぶらしいから。そう。マリコも誰かわからんし、小池てっぺんもなんか全然わからんかった。<laughs> な、なにみたいな。ミタニコーキー<笑><笑>いや、この、監督誰三谷コーキーで、笑える人。これで笑える人私好きやわ。 これで笑えた人友達になれる。え、さすがに笑うやろ。三谷孝樹やわ。ザ・マジック・アワーって感じ。三谷孝樹でもさすがにやらんか。<laughs> グレイテスト・ショーマン言わんか。<laughs> 俺のヒュージャックマン涙目。そうそう、宇宙天ホテルの人。え、なんか結構みんなあの新ドラマ見てんねんな。あのセックスシーンがみんなから笑われてただけで他はちゃんとしてるってこと。あ、下ネタはあんまやらんねん。え、私。 なんで見たに幸喜を見たんだっけ多分やけど、それもまた、その、N 巻鳥さんに映画とか連れて行ってもらって、ザマジカワーとか見たような気がするなぁ。なんかね、N 巻鳥さんはね、なんかそういう割と映画とか、なんだっけ、小説とか好きな人やったからね、それをなんか触れさせてあげようみたいな人だったね。一応最後に見たよ。見たけど、なんかもういろいろやろうとしすぎて意味わからんやんって感じ。黒に来るくん、それで、当時、あの、鉄拳も、えー、っと、 日本で3人しか鉄拳王がおらんかった時に、鉄拳王なってた、あのー、エヌマギドリさんなんですよ。<笑><笑>あ鉄拳税ですよ、もちろん。はい。え、田中だって3万出すとやられて本当なんですけど、バカじゃねえの死ねよ、早く。お前みたいなの早く死んだ方が、世の中のためや。お前みたいなやつがな、ようわからん SNS の、ママカツ1ヶ月40万、お手当て出しますみたいなのにさ、応募してさ、詐欺サイトに飛ばされてさ、 パソコンウイルスでさ、汚染されんねん。バカが。100万円あげます、リツイートしてるやろ、どうせ。で、リツイートしてくれた方、なんか会いましょう、みたいな、ようわからん、父出してる、拾いが、みたいなんにも、絶対リツイートしてるやろ。知ってるわ。私、どこにも講座とか出してないのに、どうやって振り込みすんねん。気性悪いな。はよ、帰れお前みたいなのが一番嫌いや。気持ち悪い。え、振り込んだって、私じゃなくて、その詐欺サイトにってことこいつ好きかもしれへんわ。ごめん、ちょっと、 ちょっと好きかもしれへん。振り込んじゃった。振り込んじゃった !3 万くれたら合うよっていう女に振り込んじゃった。かわいいです。かわいいな、もう。かわいいよ、お前。ナンパシの1万円のノート買ったことあるリスト作られたな。あ。<laughs> あ。あるあの、お前、いくつな、お前、いくつなんちょっと歳言ってみ。恋愛のドグマの1万円のノート買った モテるたためにはこれを見ろの1枚の枚ノート買っ逸材やお前。逸材やお前。あのな、インターネットビジネスっていうんがあってな、そういう信じやすいお前みたいなやつを騙してお金を取ろうっていう人がいっぱいおるんよ。マジでいっぱいおるんよ。お金を振り込んでくださいってのは全部詐欺。で、なんか、ツイートしてくれた人の中から何人にこのお金をあげます。全部詐欺。前澤くらい。ほんまにやる前澤くらいやから多分。 それでも前沢も嘘アカウントいっぱいあるから、本物の前沢。ほんまにそれくらいしかないのね。他全部詐欺なんよ。女にも会えんし、ママ活やってそんなお前に金払おうな絶対おらんし。簡単な仕事で座って1時間で何万円稼げます。薬物とか運ばされるだけやし。で、捕まったらすべてにお前の責任を、じゃあすべての責任をお前に負わせて全員逃げるからな。 でお前はすべての責任を負わされて捕まるわけよ。このようにうまい話などない。情報商材は儲かるよ。だってこういうやついっぱいおるもん。手抜くでせん3万円でやれるってほんまですけど、マジで1日に3通4通は来るからな。1日にな。毎日な。そう。こいつらは騙されてんねん。星野ロビンからペイペイで1 0もらったで。なんかしょっぱいな。あいつマンカ村でめちゃくちゃ儲けたんやろ。もうちょっと出してくれてもええのにな。そんな金取られたんかな。まず楽とちょうどいいですが、ほぼ詐欺。 と逆に言えば苦労して稼いだ金だけしか信じれないんですよ。それで、お前はおとなしく刺身の上にタンポポを置く、もしくは肉まんの先っちょを詰める作業に戻りなさい。工場でな、肉まんの先っちょを詰めて稼いだお金こそが、お前の仲間、お前の味方。それが全部敵。で、そんな、こんな辛い世界で生きていたくない、う、俺はって言うんだったら、もう男ながらにも僧そうになりなさい。寺に入りなさい。煩悩を捨てて、祈り続けなさい、神に。あなたにしか、 開けない悟りがある。お前がそうやって肉まんの先っちょをつねりながら稼いだお金、それを楽してかすめ取ろうとしていく奴らが世の中にはいっぱいおる。JK、家出してお金ないです。ペイペイくださいって言ったらお前ら渡してしまうんやろうな、どうせ。その後ろにおるのがどんなじじいでも。お風船に税金かかりません。まあまあ、私はでもさ、その、投げ銭もらうにしてもなんかもっとよこせとか、今月、あと100サブ少ないとすごく困っちゃうの、みたいなことはやらんやん。 なんかみんなお願いみたいなのやらんやんで。金持ちは暇だったら投げて、貧乏人はとりあえず100円コメントを拾って欲しかったら100円投げてなーとかさ。それぐらいやん。で、ペイペイ載せてう、なんか何々のためにお金くださいとか欲しいものリスト載せて、皆さんなんだっけあ、救援物資はこちらとか書いたりせえへんやん、私は。何救援物資って。気もそこらへんの,あの FPS やってる女、救援物資とか言って欲しいものリスト載せんねん。 全員死ねえ。だろう何が救援物資で小事すんなよ。マジ無理。マジ無理。宗教会にうさせろ。いいね。宗教会にうさせようか。あのー、何か、エホバの商人って知ってる <laughs> ゲー <laughs> うーん。そう、ゆかびはこっちに引っ越してきて、ちょっと貧乏そうやから、まあ、あそれはいいやん。ちゃんとゆかびに届くし、ゆかびがそれでお前のらのためにさ、スナックたぬかな出してくれるやん。 だってそこでで、そのゆかびじゃない知らんおっさんが JK のふりして稼ぐもあかんよ。けど、ゆかびはそれで生活を豊かにしてお前らのためにスナックたぬかなを作ってくれるわけやんか。あげろよ、そこは。で、別にせんでいいねん。お前らから金もらわんでも私はスポンサーから金もらってる。スポンサーからいっぱいもらってるからお前らからもらう小銭とか別にいらん。ガチで、マジで。な。そうやろ 私もその財布はさ、満札とかいっぱい入れときたいわけよ。それを、やってるからこれどうぞで10円とかいっぱいもらって財布パンパンにしたくないんよ。わかる ?1 円とか10円とかでな、財布パンパンにされても困るんよ。重いだけなんで。もうコンビニでも最近もうピッてお会計するんで。でも、そうサブスクが少ないと、なん、なんだっけなんかその、 不人気としておすすめに出てこんくなったりするわけね。で、サブスクは欲しいなというところで、じゃあアマプラ入ってる人タダでやってなって話を。タダでずっと見てくれていいよって。じゃあアマプラ入ってなって。アマプラ入って、無料サブスクしてなって言ってんねん。そう、頑張ってくれてるからな。1日、1本2本動画出してな。普通のサブスクの方がちょっと高い。還元率っていうんかな。アマプラだとちょっと安くなるかもしれない。もうそれでいいねん。だから言ってるしは私は、スポンサーからいっぱいもらってる。お前ら貧乏人からお小銭はいらへん、マジで。 もう10円投げつけてくるんやめて。拾えよって言われてももういらんから。ペッじゃあね、田中ね、今安い、めっちゃ安い。<laughs> 安いよ。<laughs> けど、ラジオが好きでやってる。でもラジオやってる人ってみんなそうらしいよ。ラジオのやっぱギャラって全部、もうみんなそう、クソ安いらしいね。けど、ラジオっていう媒体が好きで、その、喋るん一本で、やる雰囲気が好きで。あと、ま、放送作家さんとかさ、スタッフさんとか私みんな好きやからやってる。うわ、また100、まあ、100円は拾ってあげようかな。 でも聞いたことある ?1 円ってさ、拾ったらなんか損になるとか聞いたことある ?1 円を見つけて拾った時にかかるエネルギーとかいろいろ考えると1円では絶対賄えんから1円を拾うのって損って言われてんねん。<laughs> いや、いいよ。じゃあ、せのびちゃんから受け取ってあげる。ありがとうな。<laughs> そうなんよ。でも100円だったらさすがに拾った方がいい。5円は悩むとこやな。10円は拾ってもいいんじゃないそうそう。だからもう1円って見つけた時点で損やねん。見つけて、うわ、1円どうしようって思った時点でもうお前は損してる。 もう、え、なんだ、100円投げる、みたいな、もう、いいていいてなんか、拾ってほしいときにな、投げなね。100円っったってさ、なんだっけ、あの、ここのサイトで買おうとすると、200?210 円くらいするんだっけ、今。多分するからさ。だってそうやん、さブスクしてくれてるやつってさ、まあ、あんまプラネ、ね、でもちょっとめんどくさいやんか。で、現もう現金でやってるやつなんでさ、700円とか月払うねんで。私、人にそうやってお金あげようって思ったことないんよ。正直な、マジでない。ガチでない。 あの、友達とかの配信行って金投げたりとかはあるよ。けど、知らん配信者とかにそういうことをしようと思ったことが、マジで人生で一回もない。まあまあ好きな人だとしても一回もないの。でもそれをしてもらってるって考えたら、え、ほんな私のこと好きなんっていう気持ちにはなるよ。そう。だから、してくれてる人を見ると、なんかすごいなって、なんかそこまで他人のためになんかしてあげようって思うんや、みたいな。なんか人間ってほんま人それぞれ違うよな。そうだから、めちゃくちゃに、 その、私は人にそういうことをするのが嫌なの。まあ、あ嫌っていうか、なんだろうな。なんかしたところで、どうせ私のことを見てくれないじゃん、みたいなとこある。あ、しんちゃんありがとう。と、みなちゃんも、ありがとう、すち。で、見てみ、みなちゃんみたいなのはさ、ほら、4ヶ月のサブスクライバーなのよ。色が変わってるっしょってなると、もう4ヶ月間も月1回な忘れずにやってくれてるわけよ。そんなに好きなんみたいな。思ってまう。やっぱり。 <laughs> 田中さんへの贈り物は綺麗事抜きにお金一択。下手なプレゼントやお土産で怒られたくないので。でいや、じゃあ聞いてください。あの、社長だったら本当に何くれても怒んないですよ。ほら、お土産だって言いながらボロンって別にチンチン出されても私はありがとうございますって言いながら全然しゃぶろうとは思ってるんですよ。だからもらう人もちゃんと大事なんですよ。そこら辺のマジでどうでもいいうぞうむうが、ほら、チンチンボロンしてきたら警察行くんですけど、別に社長だったらチンチンボロンでも私は全然 OK ですよ。 それはやっぱりその人によって変わるんでね。あ、小豚も投げ銭とかを考えられなかったですが、田ぬかさんに楽しませていただいてたので。マジやっぱ考えれんよな、投げ銭とか。だって投げた金分のリアクションってさ、どう考えても返ってこんのよ、まあ。弱、弱小配信者に投げる100円とかだったら、多分100円以上の価値返ってくるよ。けど、私に投げる100円ってもうさ、フェニックスもありがとうな。だからこのありがとうなしかないのよ。名前呼んでありがとうなって。これに200円の価値はないよ。 ユのは無名の VTuber に適当にサブスクギフト投げると死ぬほどリアクション取ってくれっておもろい。これが一番いいコスパのいい金の使い方なんですよ、マジで。だから、かそってる V っていうのに投げに行くっていうのは本当にコスパがいい。というわけで、じゃあ今日もレイドでかそっているところに投げ銭なんかしに行きましょうか、皆さん。はい、自分も投げ銭意味わからなかったけど、イライラしてる時とか数百円で悪口代行してもらえれば安いもんやと思ってた。 結構多いんやな。まあ私は人に絶対せえへんのやけど、だからしてくれるっていうことが結構すごいことやなとは思ってるよ。そう。で、まあこの時代みんなやっぱ金ないやん。結構貧乏やん。まあ、まあそら、金持ちももちろんおるはおるよ。おるけどさ、基本みんな貧乏じゃない今の世の中って。私はそう思ってるから、そんな中での100円ってさ、まあ100円は別にさ、出せるっちゃ出せるけど、でも知らんやつ、自分の人生に関わりないやつのために出したくないやん。と思っとったけどな。 まあだから、割と気に入って聞いてたとしても、ただで受け取れるもんは、もうただで受け取った方が良くないってみんな思うことない。低収入の外事。全趣味を読めて、もうここしか趣味が残っていないから許して。怖っ <laughs> あ一個に依存するなよ、ほんまに。いろいろ見ろよ。投げ銭してるやつの職業気になるやろ。なんで、なんか、 いや、ニートで親のすねかじってますとかいうやつからもらいたくないもん。自分でいっぱい稼いでて、その中で気まぐれで投げる、そいつにとっての100円それは別にいいよ。そういう楽しみ方ってあるから。でも国からもらってる金で投げせもしてもらいたくないし、クソ貧乏なやつが、明日の、あの、なんだっけ、お昼ご飯のグレードちょっと落とせば投げれるとかいう100円、重い、いらん、怖い、マジ。おめで、弊社スタッフたちが、田中くさんめっちゃ可愛いので生で見たいと言ってました。田中くさんめちゃくちゃ可愛いからなと伝えてます。ちょっと待って。 それ伝えるんはやめてほしいよ、野田さん。そうやってハードル上げるんってマジでよくないあの、誰々っていう芸人さん来るよ、めっちゃおもろいから、みたいなんと一緒で、マジでやめてほしい。普通とか言っとってほしい。ほんで、行った時に、えでも、結構可愛いじゃんってなるのがいいんですよ。分かってない野田さん、マジで。なんでそういうことするかなもう。何野田さんふざけてるそうなんよ。いや、マジ。えまりにめっちゃ可愛いからって言ってる。いや、きつ。なんでそういうこと。うわ、ちょっと後で怒るわ。ちょっと野田さん怒ります。これは。おこです。 野田さん、これで、なんか、いや、ちゃんと可愛いって言っときました、みたいな顔しとんだったら、マジで間違いですよ。本当に間違いですよ。かーあとで、スタッフラインに。訂正して、訂正してくださいって、できねえな、どうしよう。タヌカの炎上、ほんのりしか知らない友達、ミキネコを見てるって言われて、知らない人からしたら、同列なんだってショック受けたホビー。<laughs> 言ってるやんだから。見てる見てる私、ヘズマリウも好きやし、ユタボンも毎日見てるでって言っとけよ、お前そこは。タヌカの好きならそこまでどうせ。カス。 み見け猫と一緒にされるわ。私もちょっと嫌やけどな。そう、野田、野田くん、以降気をつけてくれたまえよ。まあ、分かってくれたらいいです。そう。あ、謝罪の千円あ。許しますよ。いいですよ。ありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。<laughs> はい。えー、子供欲しいけど全然できなくて、焼け酒の日々。あのね、酒あんま良くないらしいで。あの、全然できないんだったら、今は不妊治療も結構ね、進歩してるらしいんですよ。なんでそんな痛いことしなくても、 そこそこまでの不妊治療だったら、まあ、結構気軽にできるようになってると思うんで、病院は行ってますかまあ、そのできにくい、まあ、自分の体も、旦那の体も調べたふ方がいいしまず。調べた上で、方法も今いっぱい選べますからね。昔と違ってね。しかも今は不妊治療は保険適用。昔高かったもんね。今私も顕微鏡受精頑張ってる。気楽にやろうと。まあ、子供が産めないなら養子縁組もあるよと。 まあ、養子縁組もちっちゃい頃だったらね、全然愛するようになると思うよな。ほら、血のつながりだけが全てじゃなくて、心のつながりが一番大事で、いる時間が長いと心はね、つながってくるものだと思うんですよ。病院まだです。じゃあ、旦那に都合合わさせな。ん<ー>ほんまに。怒って合わさせな。まあ、スタンダードなやつでも全然マシやろ。できんよりはな。産まない。私は、障害、何一つでも障害が、可能性があるって言われた瞬間、産まない。産まない。 はい。この一感で終えましょう。そうですね。できることは全部やっとこう。後悔ないように。あと、サウナがあかん、男ね、聞いて、男サウナあかんらしいねん。妊活中。なんかサウナの熱で、金玉が、こうやられて、金玉って暑さにめっちゃ弱いから、サウナ熱で金玉やられて精子死ぬんやって。だから、妊活中は、血行を整えるとかでサウナ行ったらあかんのよ、ほんまに。精子死ぬって。あと、長風呂もあかんのやって、精子死ぬって。 そうそ、うだからまあ、なんか男でサウナ行きまくってるやつは、ちょっと妊娠率下がったりするらしいからさ、あんま行かん方がいいらしいで。今、流行っとるしな、サウナ。謎に。あ、高熱出してた元彼全くできなかったので、あると思います。まあ、なんかやっぱり、金玉が熱に弱いから、温めたら、良くないらしいね。サウナは寿命を減るの、マジ、マジ、マジ。普通に心臓とかにめちゃくちゃに負担かけるからな。まあ、そのちょっと、なんか、サウナで整う気持ちいいっていうのって、なんて言うんだろう。 なんかもうの、の、ぼせてるみたいな感じで、負担かかりすぎて、ちょっとおかしくなってる離脱症状みたいな感じらしいねんな。だから全然体に良くないから、まあ、若干血行が良くなるくらいやから、マイナスの方がマジで大きい。まあ、でも、なんで流行ってるんだろうね。わかんないよ。まあけど、ダイエットにいいとか言うよな。サウナ行ってたらめっちゃ痩せたみたいな聞くもん。あのー、某プロゲーマーの、よ、わ、Y 人ボーイさん、Y 人ボーイさんはサウナ行ってて激痩せしてましたね。毎日サウナ行っとったらめっちゃ痩せたわーとか言ったで。 YJ ボーイさん。今ちょっと疎遠になっちゃったんですけどね。YJ ボーイさん、まあ、嫁がちょっと苦節よすぎて疎遠なんですけど、本人は面白くていい人なんで、よかったら鉄拳見に行ってあげてください。私も露天風呂の方が好き。あ、でも肌綺麗になるとかあると思うんやけど、なんかサウナも女の人は、その、ちょっと低温のミストサウナみたいなんで肌綺麗にするくらいでいいと思うね。運動嫌いにはいいのかもね。だから体に負担はかかってるよ。ちょっと私も岩盤浴行きたくなってきたな。 マッチョの彼氏を作る企画だったらめっちゃバズると思います。でもそれで応募してくるようなさ、なんだろう。自我が強いマッチョはあんまり好きじゃないんですよ。なんかその、自分からは来れなさそうな、シャイな感じのマッチョがまたいいんですよね。で、なんか話しかけたらちょっとなんかはにかみながら、あ、こんにちはみたいあ、いいね。ちょっと照れ、照れたマッチョがいいね。そういう風に、好きですみたいな感じでマッチョにモリモリ来られるとちょっとね、わかるやっぱ私も、愛されるよりも愛したい派 愛されるよりも <laughs>。はい。愛したい。マジで。シャイなマッチョ可愛いっしょ。私、弟おるよ。弟は、あの、すごい美少年系やけん。全然マッチョ系じゃないけどな。玉森に似てるよ。キスマイフットの玉森に似てるよ。そうだから、あの、こんな童貞でモテない俺を変えたいってなって頑張ってマッチョになってみたものの、やっぱり自信がないから女にガツガツいけないけど体はマッチョみたいな、 そういうやつがやっぱ一番、来るよね。性癖に。<laughs> 僕なんて全然ベンチプレス200オーバーめっちゃ可愛くないすごいって言って、あなんか上腕二頭筋の太さ、すごいねって言うな、スリスリしたらめっちゃ、ああって赤くなってほしい、マジで。ホテル連れて行くわ。え、それ分かるっしょ、結構。なんか俺、マッチョみたいな感じで来られたらなんか、あー、そういうマッチョはちょっとまあまあ、みたいな。 そうまあ、俺、ガリガリでーす。なんだっけ。最近の女って細い白い男好きやろみたいなんで来るやつはほんまに一番無理なんやけど。わかるそう外見は頑張ったけど、中身はまだまだな感じがそそる。そう。みんなもそうじゃないそら、男目線で考えて。なんか、田舎から上京してきて、少女、少女の陰キャだった女が、頑張って見た目ちょっと可愛くしたけど、で、見た目は可愛いのになんかちょっとこう、引っ込みじなんで、なんか、いや、私なんか、あんまり可愛くないし、みたいな感じで、 こう、前に出てこない女。そそるだろなそそってるだろそそったさすがにそそっただろいや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 。さすがにそそったやろ。で、だから、私はその逆を言ってるだけ。別にお前らやって、そう。都会慣れしてない、ちょっと可愛い子好きやん。私もなんかその、クラブで、え、飲もうや、ウェみたいなんじゃなくて、クラブとか行っても端っこでなんか、一人で酒飲んでるようなマッチョがいいんだよ。だろわかったな、はい。じゃあ今日はここら辺にして、またあの、二人ぐらいの、 ヘッケンやってるやつ探そうぜ。はーい、ありがとう。私もちょっと行くわ。ヘッケンヘッケー。ヘッケー。ヘッケー。ヘ